小谷連絡所でございます。ここは雪崩の常習地帯でございます。この谷を安全するために、谷をトンネルで通過し、その上を土砂が通過するという構造にしております。後方をご覧ください。急のレールがありますが、オーバーハングのところを通って、これは、雨どりのオーバーハングと呼ばれたものですが、現在はちょっと、使用しなくなっております。オーバーハングもしたり、また、スイッチバックもなくなっております。ここには、4段のスイッチバックと、旧のトンネル、そしてこの軌道の名所の一つでありました雨どりのオーバーハングがありましたが、現在は通らなくなっております。これは一応、岩盤の風化に危険度が非常に高くなったため、トンネルで通過するということに、残念ながらその企業のことが大変なのは大変なことでございます。カーブしました前方に今度見える園庭は、角浦下流園庭 で角浦園庭でございます。この上はスリット式の園庭でございます。先ほども説明しましたけども、一応穴が開いておりまして、スリットの幅は
砂防、立山砂防事務所とカルデラが見えております。ヘリポート、屋上にヘリポートが。スイッチバックも今3段目でございますが、そろそろ終点でございます。皆様には、お疲れ様でございました。全員、起きましたね。シャキッと、ね、Thank you.